ホワイトハウスの公式ポートレートアンドリュー・ジャクソンの肖像が描かれた20ドル紙幣。アンドリュー・ジャクソンは、アメリカ合衆国の軍人、政治家、黒人奴隷のお城主で、第7代アメリカ合衆国大統領。ジャクソンは、民主党所属としては、初の大統領。オールドヒッコリーの愛称で呼ばれた。アメリカンフロンティアに暮らし、独立13州に関係しなかった。 最初の大統領。米英戦争における活躍をきっかけに大統領になり、人気中の強権ぶりから、アンドリュー一世とも揶揄されたほどであった。アメリカ独立戦争と南北戦争の間、その時代は、エイジ・オブ・ジャクソン、ジャクソン・エラとしばしば呼ばれた。史上唯一、議会から不信任決議をされた大統領であり、また、 アメリカ大統領史上初の暗殺の標的になった。夫人のレイチェル・ジャクソンは、夫が大統領に就任する2ヶ月前に急死したが、ジャクソンは彼女の死の原因になったとして、性的のジョン・クイン・シー・アダムズと、その支持者を激しく非難した。邸宅を構えたハーミテージは、アメリカ合衆国国定歴史建造物に登録されている。 ジャクソンは1767年3月15日に、スコットランド系移民のアンドリュー・ジャクソン・シニアと、エリザベス・ハッチンソン・ジャクソン夫妻の間に生まれる。両親がアイルランドから移民して2年後のことであった。父親は1738年頃に、アイルランド、アントリーム県のキャリク・ファーガスで生まれた。彼は、エリザベスと結婚し、1765年に土地を売り払って、 アメリカに移住した。一家はおそらくペンシルベニアに到着し、陸路をスコッチイコールアイルランド共同体のあるワックスハウに向かった。ワックスハウはノースカロライナとサウスカロライナの間に位置する森林地帯で白人がまだ入り込んでいないインディアンの土地であった。ジャクソンには二人の兄がいた。 父親はジャクソンが生まれる3週間前の1767年2月に29歳で自己死した。両親が暮らした家は現在アンドリュー・ジャクソンセンターとして公開されている。ジャクソンはワックスハウエリアで生まれたが正確な出生地は論争の対象であった。自身はサウスカロライナの小屋で生まれたと主張した。ジャクソンの出身地をめぐる論争は ノースカロライナとサウスカロライナ間の論争を超えることとなった。その出生地に関しては彼の英雄的な業績と癒しい出生のため多くの推測が存在した。ジャクソンは田舎の古い学校で学んだが十分な教育が受けられなかった。アメリカ独立戦争が始まるとジャクソンは13歳で休止として大陸会議軍に加わった。長兄のヒューは ストノフェリーの戦いの間の1779年6月20日、高熱のため死亡した。ジャクソンと時系ロバートはイギリス軍によって捕らえられ、囚人として交流された。彼らは餓死する寸前であった。ジャクソンがイギリス軍将校のブーツを片付けるのを拒否すると、将校は彼を刀で切りつけた。ジャクソンは左手と頭に、 傷跡が残り、イギリス軍に対する激しい憎しみを抱くこととなった。投獄されている間、兄弟は天然痘に遺憾した。母親が1781年4月27日に二人の釈放を保証したが、ロバートはその数日後に死亡した。母親はジャクソンの回復を確信した後、チャールストン港に停泊する二隻の船で捕虜の看護を申し出た。 そこで、これらが発生した。母親は1781年11月に14歳のジャクソンを残して、病気で死亡し、墓標のない墓に埋葬された。ジャクソンの肉親は戦争の間にすべて死亡し、彼はイギリス軍を避難した。ジャクソンは独立戦争に従軍した最後のアメリカ合衆国大統領であった。 コフィン少佐のブーツを片付けるのを拒否する若きジャクソン1781年、ジャクソンは蔵職人の店で働いた。その後学校教員として働き、ソールズベリーで法律を学んだ。1787年に放送会に認められ、ジョーンズボロに移り住み、続いてノースカロライナ州のワシントンディストリクトに移動した。この地域は、 その後南西部領土となり、後のテネシー州となった。ジャクソンの法律知識は乏しかったが、辺境地の弁護士としては十分なことを自覚していた。彼は、名門の生まれではなかったため、自分の才覚で経歴を作り上げなければならなかった。すぐに彼は、開拓時代の無秩序の中で頭角を現した。取り扱った問題の大半は、土地問題及び暴行。 喧嘩といったものであった。1788年にジャクソンはウェスタンディストリクトの法務官に任命され、1791年にはオハイオ川南部両政府からも法務官職を任命された。1796年、ジャクソンはテネシー憲法制定会議への代表に選出され、同年にテネシー州が成立すると下院議員に選出された。 1797年には民主共和党から上院議員として選出されたが1年以内に辞任する。1798年にはテネシー州検事総長に任命され1804年まで同職を務めた。法律及び政治上の経歴以外にジャクソンは奴隷主、農園主及び商人として成功した。1803年に彼は ギャラティンで家と最初の雑貨店を建設した。1804年にはデビッドソンヌン、ナッシュビルの近くにハーミテージを購入した。その後360エーカーを加え農園は結局1050エーカーまで発展した。主な作物は綿花であり黒人奴隷によって栽培された。ジャクソンは9名の黒人奴隷から始めて、1820年には44名。 その後最大150名の黒人奴隷を所有した。ジャクソンは、生涯最大で300名の黒人奴隷を所有した。ジャクソンは1818 18年に、地下相続国家と土地の販売交渉を行い、テネシー西部の土地登記を行った。また、1819年のメンフィス設立を行った3名の投資家のうちの一人であった。夫人のレイチェル・ジャクソン。 彼女とのロマンスはアメリカで最も有名なロマンスの一つとして語り継がれているテネシー州ハーミテージの邸宅。大統領の邸宅としては3番目に人気のある観光スポットになっているジャクソンは1788年にナッシュビルに到着して間もなくナッシュビル開拓者ジョン・ドネルソンの未亡人レイチェル・ストックリード・ドネルソンが営む宿屋に下宿していた。 ここで未亡人の娘レイチェル・ロバーズと親しくなった。レイチェル・ロバーズの夫ルイス・ロバーズは嫉妬深く、たびたび怒りの発作を起こした。そのためにレイチェルは母の元に身を寄せていた。ジャクソンによると、彼はルイス・ロバーズが離婚手続きを終えたと聞いた後にレイチェル・ロバーズと結婚した。しかし、実際にはまだ離婚が成立していなかったために、 この結婚は無効となった。離婚手続きを正式に終えた後、1794年に、ジャクソンとレイチェルは再び結婚した。複雑なことに、提示された証拠は離婚の申し立てをする前に、レイチェルがジャクソンと同居して、ジャクソン夫人と呼ばれていたことを示している。しかし、このようなことは、フロンティア社会においてはしばしば起こることであり、珍しいことではなかった。 ジャクソン夫妻の結婚をめぐる論争で、レイチェル夫人が侮辱されることにジャクソンは憤慨していた。1806年5月には夫人を中傷し、地元の新聞で、ジャクソンを臆病者と非難したチャールズ・ディキンソンに対し、ジャクソンは、決闘を申し入れた。ディキンソンがまず発砲して銃弾は、ジャクソンの胸に当たった。決闘のルールでは、その後、 リキンソンはジャクソンが一発を発射するまで静止していなければならなかった。ジャクソンが放った銃弾を胸に浴びたリキンソンはその場に倒れ、この傷が致命傷となって数時間後に亡くなった。ジャクソンが浴びた胸の銃弾は心臓のすぐそばだったので摘出することができず、後遺症に苦しみながら残りの人生を過ごした。この決闘によってジャクソンは冷酷で残忍な、 男として評判になって多くの人々の反感を買い、しばらくの間は社会の表舞台から去ることになった。夫が1828年の大統領選挙に勝利した。翌月の1828年12月22日にレイチェル夫人は心臓発作で死亡した。ジャクソンは左肩、胸及び乳房に耐えがたいほどの痛みを抱えていたと、 病状を説明した。彼女は選挙運動期間中に極度のストレス状態に陥っていた。ジャクソンは妻の死後にジョンクインシー・アダムズを強く非難した。彼の支持者は選挙期間中に重婚者としてレイチェル夫人を繰り返し中傷していた。ジャクソンはこの中傷が妻の死を早めさせたと考え、自身が亡くなるまでアダムズを決して許さなかった。 ジャクソンは、妻と過ごした日々を懐かしみ、彼女の肖像画を肌身離さず持ち歩いた。また、ハーミテージの庭にある彼女の墓石を、毎晩訪れた。1953年に公開された、電気映画、ザ・プレジデント、エス・レディーは二人のロマンスを描いたものである。ジャクソン夫妻は、レイチェル夫人のニーセ・セバーンド・ネルソンの息子、アンドリュー・ジャクソン・ジュニアと、 戦場で発見したインディアンのクリーク族の孤児リンコやジャクソンの養子としていた。リンコヤは1828年に結核のため16歳で死去した。8人の子供たちの貢献人も務めた。ジョン・サミュエル・ドネルソン、ダニエル・スミス・ドネルソン、アンドリュー・ジャクソン・ドネルソンは1804年に亡くなった、レイチェル夫人の兄・サミュエル・ドネルソンの息子だった。 アンドリュー・ジャクソン・ハッチングスは、レイチェルの兄の孫娘だった。キャロライン・バトラー、エライザ・バトラー、エドワード・バトラー、アンソニー・バトラーは、家族の友人の孤児であった。バトラーの子供たちは、父の死後に、ジャクソン一家と一緒に暮らすようになった。妻を亡くしたジャクソンは、大統領就任後に、レイチェルの命で、アンドリュー・ジャクソン・ドネルソンの妻エミリー・ドネルソンを呼び、 ホワイトハウスの女主人の役割を担わせた。ジャクソン大統領とエミリーの関係は、ペティコート事件によって、急激に悪化し、2年以上も疎遠となった。二人は、最終的には和解し、エミリーは、ホワイトハウスの女主人としての職務を再開した。1834年からは、アンドリュー・ジャクソン・ジュニアの妻、サラ・ジャクソンがエミリーと共同で、女主人役を担当した。 二人の女性が同時にホワイトハウスの女主人役を務めた歴史上で唯一の機関であった。エミリーは1836年に結核で死亡した後、サラはすべての業務を引き継いだ。ジャクソンは1829年8月19日から1835年8月16日まではリップラップスを隠れ家として使用していた。ジャクソンは大統領を退任して、 ハーミテージで、隠居生活に入った1837年以後も、国と州の両方の政治に影響力を持ち続けた。大統領を退任した翌1838年に、何年も前のレイチェルとの約束を果たし、彼は、ナッシュビルにある長老派協会の会員になった。1845年6月8日に、慢性結核不、不襲。 心不全のために78歳で亡くなった。ジャクソンの意思により、友人や他の家族のために残した具体的に列挙した物品を除く彼の全財産を養子アンドリュー・ジャクソン・ジュニアが相続した。ジャクソンは大の競馬好きで知られており、1823年に行われたアメリカン・エクリプスとサー・ヘンリーのレースでは感染に赴き、 またホワイトハウスに旧車を作らせた。ジャクソンは1801年にテネシー州市民軍の大佐として指揮官となり、主にインディアン民族の徹底虐殺によって軍歴を積み重ねることとなった。1812年の米英戦争でテクムセラ、小児族インディアンの抵抗戦は小児族と 同じく白人に領土を侵犯された北アラバマとジョージアのクリーク族を放棄させ、クリーク族は白人入植者へ攻撃を始めた。フォートミムズの虐殺で400名の白人入植者が殺されたのを機に、アメリカ陸軍はクリーク族を攻撃、クリーク戦争が始まった。ジャクソンはアメリカ陸軍を指揮したが、その配下には、 テネシーの白人民兵だけでなく、米軍と同盟を組んだ、チェロキー族、直闘族及び、南部のクリーク族が含まれた。ジャクソンは1814年のホース州ベンドの戦いで、クリーク族の伝統派抵抗戦,戦士集団の赤い棒を打ち破った。赤い棒を、はじめ、約800名のクリーク族インディアンが虐殺された。ジャクソンは投降した。 ウィリアム・ウェザー・フォード州長を除名した。サム・ヒューストンとデビッド・クロケットがこの戦役に従軍、ジャクソンの下で戦っている。勝利の後ジャクソンは、クリーク族に、ジャクソン取条約への調印を強制した。ジャクソンに協力して戦った、クリーク族では協約違反として、州長たちが抗議したが、結果は、クリーク族が9万3000平方キロメートルの領土を、 アメリカ合衆国政府に活上させられることになった。ジャクソンはこの功績で少々に任命された。この戦争においては、クリーク族に対して、ジャクソン大佐は徹底的な大量虐殺を行った。男も女も子供であってもジャクソンは容赦せず皆殺しにした。児童も含む約800名のクリーク族を殺し、殺したインディアンの死体から花をそぎ取らせて、 戦利品とさせた。インディアンの死体からは、肉が剥ぎ取られ、それは細く切られ、天日で干して、彼らの軍馬の手綱として、再利用された。また、女を生き残らせると、また部族が増えるとの考えから、特に女を、徹底的に殺す要禅軍に命じた。これらはすべてアンドリュー・ジャクソンの指揮によって行われた、ものである。米英戦争における、 ジャクソンの功績は特筆すべきものであった。イギリス軍がニューオリンズを脅かしたとき、ジャクソンは都市の防衛を指揮し、その配下にはいくつかの西部の州及び領土からの民兵が含まれた。彼は厳しい将校ではあったが、配下の兵からは人気があった。彼は軍隊で名声を得、森林地帯の戦場で古いヒッコリーのように頑丈。 タフ・アズ・オールド・ヒッコリーと呼ばれ、前述の愛称を得た。1815年1月8日のニューオーリンズの戦いでは停戦協定だけ都合であるにもかかわらず、イギリス軍に奇襲をかけ配下の5000名の兵たちが7500名以上を撲滅した。この戦いでイギリス軍は負傷者2 3 7名、死者291名、1262が軽傷。 484名が、旅収もしくは行方不明となった。アメリカ軍は負傷者71名、死者13名、軽傷者39名、行方不明者19名であった。この戦いでの勝利でジャクソンは、全国的な名声を得ることとなった。1815年2月27日、ジャクソンは、議会感謝声明と、金メダルを授与された。 アレクシス・ド・トク・ビルは後に、アメリカの民主政治の中で、ワズレ raised to the presidency, and has b ソールリー・バイザリ・コレクション・オブ・エイ・ビクトリー・ウィッチ・ヒー・ゲンド、20 years ago, u n ー e r the oars of New o r l e と論評した。ジャクソンは、再び第一次セミノール戦争の間、軍役に就いた。1817年12月、ジェームズ・モンロー大統領は、 ジョージアでセミノール族とクリーク族を攻撃するよう命令した。また、スペイン領フロリダが黒人逃亡奴隷の避難所になるのを防ぐことも命じた。評論家は後にジャクソンのフロリダにおける行動が命令を逸脱していたと主張した。彼の受けた命令は紛争を終結させることであった。ジャクソンは これがフロリダを制圧する最も良い方法であると信じていた。任務に赴く前、ジャクソンはモンローに対して、どんな手段を使っても私に、それを伝えてください。フロリダの所有はが衆国にとって望ましいでしょうし、それは60日前後で達成されるでしょう。との所感を送っている。モンローはわざとジャクソンへ、国際的な否定に対して曖昧な命令を与えていた。 セミノール族は、ジャクソンの指揮するテネシー衆議勇兵を攻撃した。しかしながら、セミノール族は、自らの村を無防備のままにしたため、ジャクソンの軍は逆に村と作物を焼き払った。そこでスペインとイギリスが、密かに援助していた証拠となる手紙を発見した。ジャクソンは、イギリスとスペインが、 インディアンの戦いを支援する限り、アメリカ合衆国の安全は保障されないと信じていた。そして、自らの行動は自衛のために行われると主張した。ジャクソンは警告の威嚇射撃のみで、ペンサコーラを占領し、スペイン人の知事を追放した。そして2名の英国人、ロバート・アン・ブリスターとアレクサンダー・アーバス・ノットを捕らえ、処刑した。アーバス・ノットは、 インディアンへの支援と協力を行っていた。ジャクソンはここでも再びインディアンに対する大量、虐殺の方針を取り、女子供を優先的に殺害。承諾地において徹底的な消動作戦を行った。ジャクソンの残忍冷国ぶりは、セミノール族を震え上がらせ、彼らはジャクソンを、シャープナイフと呼んだ。ジャクソンに反抗する黒人逃亡奴隷は、 セミノール族の領土へ逃げ込み、米軍に対しセミノール族と共闘した。第1.2次のセミノール戦争で黒人たちとインディアンの根血が増え、彼らはブラックセミノールと呼ばれるようになった。ジャクソンのイギリス人処刑とスペイン領への侵入は国際的な問題を引き起こした。モンロー政権の多くがジャクソンを建築するよう求めたが、ジャクソンの行動は 早くからのマニフェストデスティニーの信者であった、国務長官のジョン・クィンシー・アダムズによって擁護された。スペインの大臣がジャクソンについて、適当な罰を要求した時、アダムズは、スペインマスト・イミディエットリー、ディサイド・イーザー・ツー・プレース、A ・フォース・イン、フロリダ・ーディクエット、アット・ワンス・ツー・ザ・プロテクション・オブ・ハー・テリトリー、オアシード・ツー・ザ・ユナイテッド・ステーツ、A ・プロビンス、 オブウィッチシーリテインズナッシングバットザノミナルポゼッションバットウィッチーズインファクトエポストーブアノヤンスツーゼムと変身したアダムズはジャクソンによる占領とスペイン自身の弱点を利用しアダムズオニス条約でスペインにフロリダを割上させたジャクソンは軍政府長官に任命され 1821年3月10日から1821年12月31日まで同職を務めた。テネシー州議会は1822年にジャクソの大統領候補に指名した。また、再び彼を連邦上院議員に選出した。1824年の肖像1824年までに民主共和党は唯一機能している国民政党となった。 同党の大統領候補は非公式な幹部会議によって選出されていたが、これは不評を買うこととなった。1824年には民主共和党員の会議員の大半が幹部会議をボイコットした。出席者はウィリアム・ H ・クローフォード財務長官を大統領候補に、アルバート・ギャラティンを副大統領候補に支持した。1ヶ月後のペンシルベニア州における 民主共和党党員集会では、非公式な幹部会議が、国民の声を無視して、彼、クローフォードが普通の民主主義候補であったと偽って、アメリカ国民に確信させられるかもしれないという、儚い望みで決定したと宣言し、ジャクソンを大統領候補に指名した。ギャラティンはジャクソンを、正直者と、軍事的栄光を崇拝者のアイドルであるが、無能さと、 軍人らしい習慣、法律と憲法の条項を習慣的に無視する姿勢は、オフィスに全く不適任である、と批判した。大統領選には、ジャクソン、クローフォードに加え、国務長官のジョン・クリンシー・アダムズ及び、会議長ヘンリー・クレイが候補として出馬した。ジャクソンは、一般投票で最多票を獲得したが、過半数とはならなかった。 選挙人票でも過半数を獲得できず、大統領の選出は会に委ねられた。結果アダムズが大統領に選出されたが、クレイは自らの支持をアダムズの支援に与えたため、ジャクソンの支持者はこの結果を不正な取引として求断した。大統領に就任したアダムズはクレイを国務長官に任命した。クレイの出身州である、 ケンタッキー州の有権者の誰もはじめはアダムズに投票せず、ジャクソンが一般投票で最多票を得たとき、クレイは人々の意思に反して個人的な政治的便宜の返礼として彼自身の判断を代用したように思われた。しかしながら、ジャクソンの敗北は彼の政治的な信任を高めることとなった。多くの有権者が人々の候補が 東の不正な貴族によって略奪されたと考えていた。ジャクソンは1825年10月に上院議員を辞職したが、以前大統領の座を模索していた。テネシー州議会は再びにジャクソンの大統領候補に指名した。ジャクソンは副大統領のジョンカルフーン、マーティン・バンビューレン、トーマス・リッチーを自らの陣営に引き入れた。バンビューレンは、 フィラデルフィアとリッチモンドの友人からの助けを得て古い共和党を蘇らせ民主党という新たな名を与えた。民主党の結成により政党による競争を復元し全国的な組織を鍛え上げた。ジャクソンの陣営はアダムズを手際よく打ち破った。選挙戦の間、アダムズ陣営はジャクソンをロバジャッカスと呼んだ。ジャクソン自身はこの呼び名を好み、 逆手に取る形で、しばらくの間ロバをシンボルとして使用したが、その後途絶えることとなった。しかしながら、風刺漫画家のトーマス・ナストが後に、それを普及させ、ロバは民主党のシンボルとなった。選挙戦は、私生活の暴露など露骨なネガティブキャンペーンに終始した。両候補とも個人的には運動をしなかったが、支援者たちは運動を組織化して行った。 両候補ともプレスにより、終時的に攻撃され、ジャクソンの妻レイチェル夫人が中傷されるに至って、頂点に達した。レイチェルは、ジャクソンの就任前の1828年12月22日に、休止し、クリスマスイブに埋葬された。ジャクソンは自らを侮辱した者は、許すが、妻を攻撃した者は決して許さないと語った。 アンドリュー・ジャクソン像選挙は戦争の英雄として支持を集めていたジャクソンが勝利した。ジャクソンは自分自身の政治家としてのアイデンティティを庶民の味方に置きイメージを形成させた。彼はホワイトハウスの前にチーズを置き民衆に分け与えホワイトハウスへの見学ツアーを企画その大統領就任の祝賀パーティーでは民衆のあまりの行動に収集がつかなくなる一幕も あった。一方、インディアンや黒人などに対する人種差別主義者であり、インディアン移住法を制定し、インディアンを遠隔地の保留地に強制隔離した。また、ジャクソン自身、テネシー州のプランテーションで100人以上の黒人奴隷を所有しこれを酷使していた。ジャクソンの時代までに白人男子普通選挙制が確立したこともあり、彼の時代は、 ジャクソニアンデモクラシーとも称される。また、管理の多くを入れ替えて、自らの支持者を管理とする良感性を導入した。当時においてはこの政策が汚職構造の打破と考えられ、これは寒冷化した。大きな政府を望まないジャクソンは、かつて政府が設けた第二合衆国銀行を、週ごとの独自財政を奪うとともに、庶民の利益に沿わないとして、これを敵視し、 自らの政治生命をかけて廃止に動く。ジャクソンは連邦議会が認めた第二合衆国銀行の特許更新に対して拒否権を発動。それまで拒否権は明らかに違憲の可能性がある時に発動するのが慣例であり、ジャクソンの行動は革新的なものだった。なぜなら最高裁判所でも連邦議会でも第二合衆国銀行は 合憲とされていたからである。議会は反発し、名だたる上院議員が演説を行った。しかし、結局拒否権を覆すのに必要な3分の2の票を、反ジャクソン派は確保できず、第2位連邦銀行は、連邦の保障を失い、窮地に追いやられ、その後のジャクソンの様々な政策によって、破産に追い込まれる。このことでもわかるようにジャクソンは連邦に対して、 州の権利を重要視する南部出身の州権主義者だった。彼の時代連邦政府は均衡財政を維持し、負債を出さなかった。しかし、サウスカロライナにおいて連邦法を州の権限によって無効にし、州は合衆国から自由に離脱できるとする運動が起こった時、ジャクソンはこの動きを強く牽制。結果サウスカロライナの離反は避けられ、 この時の彼の行動は、後のエイブラハムリンカーンの南部諸州の連邦脱退の時の行動に強く影響を与えた。こうした、ジャクソンの経済政策は、大統領権限の拡大をもたらした代わりに、1837年強行を引き起こす要因を作った。アメリカ合衆国の経済は、大英貿易により急速な発展を遂げ、 特に南部で生産される減免の輸出がそれを支えていた。南部、西部、東部でそれぞれ急速な開発が進む中で増大する資金需要を賄うため数多くの州銀行が設立されたが当時のウォール街はその場として不十分であった。これに大使英米間の利子率格差に目をつけたロンドン、証券取引所の豊富な資金がこれら銀行の 証券を吸収していった。1831年から1836年にかけて合衆国の貿易収支は赤字でありながら、地金収支は常に黒字であり、商品の支払いには、集債等により調達された資金が当てられていた。このように経済が、大英純族の状態にある中でも危険な、準備金比率で、衆銀行の設立ラッシュが続き、 新南部と呼ばれる地域では、周債の使都を銀行に集中させるなど、金融面において、さらに多英従属が強まった。イギリスでは、合衆国斎投資を中心とする、陶器ブームが続き、地方銀行の過剰発行、地金の流出が起こり、産業の全般的強行が発生した。その間、南部で横行する。 土地投機による紙幣の過剰発行を嫌ったジャクソンが1836年に成果流通令を出して紙幣による土地売買を禁止したために成果の流出が増大したイングランド銀行は皇定部合の引上げ、マーチャンとバンカーとの取引停止、手形の変装といった政策を打ち出し、合衆国内では、 銀行が支払い停止を起こして、同じように産業の全般的強行に突入した。この時、第2合衆国銀行の特許期間は終了して、閉まっていたため、イングランド銀行のような金融政策を行える、金融機関が存在せず、新南部の衆銀行の多くが放満経営、州債依存、準備金の不足などにより支払い停止、倒産に追い込まれた。 ジャクソン大統領と閣僚たち指名した最高裁判所ハンジ・ジャクソンは立身出世のきっかけとなった米英戦争においてインディアンの総統で活躍していたように彼の目指す民主主義は白人のためのみのものであった。ジャクソンは保留地をはじめとする強制移住政策を推し進めた。 ジャクソンが定めたインディアン強制移住法はインディアンから強制的に土地を集奪するものでこの法律によってインディアンの多くは大陸西部へと追いやられたこのインディアン強制移住法は違憲であるという判決を下した連邦最高裁判所長官ジョン・マーシャルに対しジャクソンはマーシャルがこの判決を下したのだだからマーシャルに この判決を実行させてみようではないかと嘘吹き、平然と強制移住法を施行した。ジャクソンは、インディアンは、白人とは入れない存在とし、1833年には、議会での一般教書演説で、以下のような演説を行った。インディアン問題に関する私の確信は、もはや揺るぎない。インディアン部族が我々の定住地に囲まれ、 我々の市民と接触し共存するなど不可能だ。奴らには知性も勤勉さも道義的習慣さえない。奴らには我々が望む方向へ変わろうという向上心すらないのだ。我々優秀な市民に囲まれていながらなぜ自分たちが劣っているのか知ろうともせず、わきまえようともしない奴らは環境の力の前にやがて消滅しなければならないのは自然の理だ。 これまでのインディアンの運命がそうだったように、インディアンたちが消滅しなければならない事態が避けられない場合、彼らは我々白人の領土の外へ出ていくことが必要だ。その場合、我々が求める新しい関係に沿った政治体制を彼らが受け入れた場合のみ、これは可能となるのだ。リチャード・ローレンスによる暗殺未遂の図、1835年、エッチング。 大統領に対して、危害を加えようとする最初の試みは、ジャクソンに対して、行われた。ジャクソンは、海軍のロバート・ビー・ランドルフを、横領容疑で解雇するよう命じた。1833年5月6日、ジャクソンはシグネットに乗艦して、フレデリックスバーグに向かい、ジョージ・ワシントンの母親である、マリー・ボール・ワシントンの墓の近くに建てられる。 記念碑の低組織に出席することになっていた。途中アレクサンドリアに立ち寄った際、ランドルフが現れ大統領を殴打し、現場から逃走した。ジャクソン大統領の一行の数名が彼を追いかけたが、その中には、作家のワシントン・アービングも含まれた。ジャクソンは、この一件を告発しないと決めた。1835年1月30日。 初の大統領暗殺未遂事件と考えられている出来事が国会議事堂のすぐ外で発生した。ジャクソンがサウスカロライナ州選出会員議員のウォレン・アール・デイビスの葬儀の後に議事堂を出るとイギリス出身の塗装工であり失業者のリチャード・ローレンスが群衆から飛び出したか隠れていた柱の影から出るかして ジャクソンにピストルを向けたものの、それは不発に終わった。ローレンスは2番目のピストルを引き抜いたが、これも不発であった。ドン天からの湿気が2度の不発の原因だと仮定された。ローレンスは拘束されたが、伝説ではジャクソンが、自らの杖で、ローレンスを殴打し、自らの側近に、ローレンスを制止するよう促したとされる。デビッド・クロケットを含む、 他の出席者がローレンスを制圧し、武装を解除した。リチャード・ローレンスは射撃のいくつかの理由を医師に明かした。彼は最近塗装業の仕事を失い、どうにか、ジャクソンを非難した。彼は、大統領が死ねば、お金がより十分になるだろう。大統領が倒れるとき、初めて上昇できると主張した。最後には、自身が追放されたイギリス王であり、 ジャクソンは単なる事務員であると主張した。ローレンスは正気ではないと考えられ、施設に収容された。彼の暗殺計画は、決して罰せられなかった。事件に使用されたピストルは、その後、二度の不発に関する検証のためテストが行われた。テストは二度行われたが、その都度問題なく発射された。この結果が公表されると、多くの人々がジャクソンは、 アメリカ合衆国と同じく神の説理によって守られたと信じた。ありがとうございます。